リブレ出版の乙女系 CD レーベルメルティードロップから愛されすぎてバツバツされちゃう CD 第2期シリーズがよりディープになって登場。学生時代の恋愛で傷つき恋に臆病になっていたあなた、そんな過去ごとあなたの全てを愛してくれる同僚沢城拓也が現れる。なあ、俺じゃお前のこと言い出せないか。もう一人で泣かせたくないんだ。俺本気だぞ。彼の言葉によって前向きに進もうとしていた矢先、偶然にも街で元彼とその妻を見かけてしまう。お前には俺がいる。今すぐは無理かもしれないけど、そいつに会っても平気でいられるぐらい俺が幸せにする。だから俺の前では無理するな。泣くのも我慢しなくていいし、もっと愚痴ったり甘えたりしてくれていいから。実はあなたを傷つけた元彼は彼もよく知る意外な人物だった。しかしその事実を知らない彼らはより深く愛を育んでいき。ありがとう、今日は来てくれて嬉しかった。こういう時改めてお前が彼女でよかったって実感するな。でもちらつく元彼に嫉妬してごめん、俺最低だ。そんな中、彼の出張で二人は離れ離れに。俺も寂しかった。本当は帰ってすぐにでも会いに行きたかった。お前の大切さがよく分かったから。真実を知らない彼らの愛とは。こうしてそばにいてくれることに俺本当に感謝してるんだ。お前だけが俺を幸せにも不幸せにもできる。お前が幸せでないと俺が不幸になる。オリジナルシチュエーション CD、 愛されすぎてバツバツされちゃう CD、 親愛同僚、2014年5月30日発売。ダミーヘッドマイクを使用して臨場感たっぷりにお届け。彼の兄に会うか会わないかで彼の態度が豹変する分岐 CD。 彼の兄に会わないことを選択する人は優しく包み込んで深く愛してくれる親愛同僚を、彼の兄に会うことを選択する人は愛の深さゆえに嫉妬という思いをぶつけてくる爆恋同僚を。でも2枚聴く方がより一層楽しめます。さあ、あなたはどちらの彼に愛されたいですか？愛してる。心から愛してる。もう離さない。